東急3000系、東急3000系電車は、かつて、東京急行電鉄に所属した電車のうち、1920年代後半から1960年代中盤に、かけて製造された、旧型電車のグループを総称した故障である。したがって、厳密には、個々の形式に関する正式故障ではない。1989年に、東急線での営業運転は終了している。 これらの車両の前歴は、東京急行電鉄成立以前の目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄や池上電気鉄道からの引き継ぎ車、東急成立後の新造車など、非常に多彩である。また木造車の交退化車、国鉄や旧大、東急時代多線区の戦災復旧車なども含まれる。製造、運用時期が太平洋戦争前後にまたがる。 車両群であるだけに、戦争の影響で改造、廃車、転用、譲渡などの大きな天変を余儀なくされた車両が少なくないのも、このグループの特徴である。1942年に、東京横浜電鉄が小田急電鉄、京浜電気鉄道を合併し、東京急行電鉄が発足した際、合併各社ごとに異なっていた、形式番号を整理するため、改番が実施された。 この結果、旧東京横浜電鉄引き継ぎ車については3000万台が不満された。以後、大東急解体、新生東京急行電鉄発足後も、この不満原則は踏襲され、1954年に5000系が登場するまで、東急の鉄道専用車両は、電気機関車、貨車等も含めすべて3000万台が与えられていた。 ただし、後年高性能者各形式が出揃った時期に、前述のように便宜上を3000系としてくくられたのは、関節自動加速時課並列抵抗制御、吊り掛け駆動方式の自動ブレーキ車で、全長16メートルから18メートル級の3、扉ロングシートのものを指す。多くが、半構成車であるが、デハ3200系当全構成車も存在し、また、 戦後1950年代末以降のアルミサッシ化や室内更新による近代化、東横車両工業ひもみ屋工場で新造された、いわゆる東急標準車体への車体はじめ替え更新によって全金属車体になるものも現れるなど、その構成は非常に複雑である。1 9七十年代初頭まで東横線運用に重当され、また開業間もない頃の田園都市線では、 主力車として、いずれも、最大5連、または6連で運用された。また、その末期には、メカマ線、池上線で、下り向きに制御車を連結するか、付随車を中間に挟んだ3両編成で運用された。1989年3月18日に、メカマ線を最後に、旅客運用からは、一斉撤退、事業用車として使用されたものや、旧車留置されたもの、 東も九百九十四年までにすべて除籍され、形式消滅している。また、この三0系列の運行終了によって、東急の営業用鉄道線車両はすべて、改正ブレーキ装備車両となった。東急に最後まで残存していたのは、九百三十一年生、目黒蒲田電鉄、東京横浜電鉄も、箱百十型を前身とする出羽3450、 および1939年生、東京横浜電鉄も、破線型を前進とするデハ3500型を中心とするグループであった。3450型を除いては、張り上げやネカ改造やヘッドライト位置の改造などが施されて、ある程度近代化された形態を備えていた。1947年以降、比較的古い車両や、運用面で支障のある車両が、 地方私鉄に譲渡されるようになったが、1960年代以降は他社譲渡が本格化。一形式の大半外積した広島南鉄道や名古屋鉄道をはじめ、日本各地の私鉄に譲渡された。2000年代まで、とわだ観光電鉄に少数が残存していたが、これらの置き換えのため東急7700.7200、系を導入後も、同社において、胴体保存されていた。 ハ三3603が2012年の路線廃止に伴い除籍され、現役、稼働者は消滅している。ここでは、前述のの特徴を持ち、東急の車席を有したものを3000系電車と定義し、このグループから派生的に改造された、河川検測車でや3000系、有害電動化車では3040型とともに、形式ごとに解説する。なお、 同じ三0 0番台の番号が不板されている、これ以外の機関車、電動貨車、付随貨車については、東京急行電鉄の機関車、貨車で解説する。元は、東京横浜電鉄の出ハ百0型で、十二両が、藤永電造船所で製造された。百一から百五は、東京横浜電鉄開業用として九百二十五年に製造されたものであったが、竣工直後に、 目黒蒲田電鉄で、破3重型と交換で同社に譲渡されており、当初は東京・横浜電鉄の車両として使用されなかった。106から1 1には、目黒蒲田電鉄が1926年に製造した同型のゾービー車である。16メートル急両運転台3扉、リベット組立の半構成車体で、関東地方では、 前年の京浜電気鉄道で51型に次いで導入された最初期の構成電車である。この時期の電車としては珍しく、丸屋根を用いた近代的な外観を持つ。竣工当時は木造ボギー車によく見られるトラス棒を台車間に装着。終電装置はパンタグラフとトロリーポールの2種を装備していたが、ほどなくトラス棒、トロリーポールともに、 撤去されている。側窓は、春光時一段加工式であったが、こちらも二段上昇式に改良されている。107から112は1927年に、101から106についても1928年に東横に譲渡されて、結局前者が東横に集結、1934年の目構えの合併時に、もは100型と改められた。 1942年には、全車が東急に引き継がれ、デハ3100型となった。後車体延長改造が行われて、多形式と全長がほぼ揃えられ、かつ乗務員室も乗務員扉を持つ、全室運転台とされた。さらに昇圧準備のため1957年に3101から3109が、電装解除、運転台撤去を施行して付随車化され、 サハ3100型となり、電動車で残った3110から3112は、翌1958年、上田マリコ電鉄に譲渡された。サハ3100型についても1966年から1970年までに、全車が廃車され、4両が打車に譲渡された。かやスエ L 広場で休憩所として利用されていたサハ3104。 京都府与佐郡与佐野町の茅帳 SL 広場に一行が現存しているが、茅野鉄道で運用されていた当時は、ステップ付加程度の改造で、東急グリーン塗装のまま客車として、森製作所製の小型ディーゼル機関車に、牽引されるという得意な使用実態であった。わずか数年で、運用離脱した後、SL 広場開設時に、外半の大半が剥がされて休憩所となり、広場自体が、 茅や駅跡から大鉱山鉱山駅跡に移転後は、カフェトレイン蒸気屋として、外販が全面的に張り替えられるなどの改造の結果、原型とは似ても似つかない形態となった。ただし、大枠や、交代骨組、藤ヶ型製番、大枠台車等はそのまま残されている。また、佐波3101は、出波3150型とともに、大見鉄道へ付随車のまま譲渡され、 その後、小田急で派1600系の車体に乗せ替えても、派203となった。さらに車体更新の上も派2 2 2として、書類上現存することになっているが、原車から引き継がれたものは、一切残っていない。谷車ではいずれもでは3150、で派3200と合わせて譲渡され、熊本では制御車に改造、また日立製作所では蓄電知式電気機関車に、 牽引されて、職員輸送客車として使用されたが、いずれも老朽化が激しく、数年で廃車された。当初は、目黒蒲田電鉄のデハ200型で、大井町線開業用2927年、川崎造船所で6両が製造された。デハ100型と同様の両運転台形3扉の半、構成車であるが、全長が17メートルに伸び、定員も120名に増加した。 本形式は、川崎造船所が昭和初期に製造した川造系電車の一つである。川崎造船所は1926年の阪神急行電鉄600系電車以降、リベットの多い車体と深い屋根、巨幅系大枠などの共通した特徴を備える16メートルから17メートル級の重厚な全高性電車を西武鉄道、 長野電鉄などいくつかの私鉄向き1 9 2 9年頃まで生産した。これらを指す鉄道ファン間での分類用語が、川造形電車である。メカマの場合は、開業時導入されたデ配ァイチ型が、阪急の創始者、小林十三の震源で、当時のミノアリマ電気軌道に在籍した小型車のコピー的形態を取っていた例があり、インデンの中古車がメカマを経由して、 阪神急行に転出したことと合わせ、開業間もない頃の目黒蒲田電鉄における阪急の影響力が伺われる。熊本電機鉄道も、派2011929年に204から206が東横に譲渡され、同年203は3が無語に通じるとして、意味番回避のため200に改版された。もは二百型への改め形式を経て、全社が 東急に引き継がれ、出波3150型となった。3152と3154は、繊細に合い、1947年に区波3220型として復旧。区波3220系の2両は、この復旧時に、型運転台、全室運転室化され窓配置は、D1、D5、D5、D2 となった。 だが全室構造になったとはいえ運転台は狭く、1954年に車体を交換し、後述する学派3223は、出派3552に、区派3224は、左派3361とされた。残った4両も1953年から1954年にかけて変運転台、全室運転室化されたが、こちらは、 窓配置も一段窓を除けば、後続の出波3400以降と、同様な D1D4D4D2 のいわゆる、関東型配置となり、運転台も奥行き 1100mm と余裕のあるものとなった。左波3 K, 3 6 0系3 3 6 1号に、台車を提供後の区波3 2 2 0系3 2 2 4号の車体については、 しばらく元住吉港内で詰め所として使用されていた。ところが1958年に、秘門屋工場で、か、おさむの上上田マリコ電鉄に譲渡された。上田では、旧伊那電気鉄道の木造車区派260系261の交代化に当てられ、区派270系271となった。1969年に廃止されるまで、マリコ線で使用されていた。 残るデハ3150系4両は1957年の直流線500ボルトへの河川電圧昇圧を経て、主に池上線で運用され、1966年から翌年にかけて、大見鉄道及び熊本電気鉄道に譲渡された。当初は、目黒蒲田電鉄のデハ300系及び区波1型で、デハ200系の増備車として1927年に、 川崎造船所で製造された。デハ200系の手電動機出力が 75HP であったのに対し、本形式は速度向上と将来の昇圧を見据えて 100HP とされた。手電動機の大型化により、台車の軸距離が 200mm 伸びているが、車体関係は同一である。1928年に区箱が連想され、デハ306となり、 東横2条とされた。残る区配1から四も九百三十年に、伝送され、模三百十一から三百十五となった。デハ二百型と同様に、三を意味番としたため、九百二十九年頃に三百三を続番の三百七に改番している。前者が、東急に引き継がれ、デハ三千二百型となった。三千二百三と三千二百六は、繊細に合い、 1947年に区ハ3220型として復旧、主に池上線で使用された。区ハ3220型は、この復旧時に、型運転台、全室運転室化され窓配置は D1、D5、D5、D2 となった。だが全室構造とはいえ依然として狭く、復旧車でもあることから1953から1954年に、車体を交換し、 工述する学二3221は、デ千五3551に、区二3222は、サハ3362とされた。サハ3360計百六十二号に、台車を提供した後の百二十二号の余剰車体は、紐屋工場で詰め所として使用されていたが、百五十八年に、区二百二十四と同様に再生工事が、 実施されて、上田マリコ電鉄に譲渡された。旧稲電の木造車も、派5260系の交代化改造に充てられ、模派5270系5271となり、1969年の廃止まで、マリコ線で使用されていた。残るデハ3200型は1954年から1955年に、デハ3150系同様の全出編。 運転台加階像を行い窓配置は3150型と同様に D1D4D4D2 となり1957年から1958年には昇圧工事がなされた。主に左派3100、3350型を中間に挟んだ3連を組み末期には池上線で運用されていた。デは年に荷物車で は3042に改造された。残りは1968年から1970年までに廃車となり、3209と3210が日立製作所に、3202が東急車両製造に譲渡されている。元は池上電気鉄道の出波100系及び出波200系である。制御方式の違いから、メカマ、 東横の在来車との混血ができなかったことから、早期に整理対象となり、国鉄63系の割り当て、国電の戦災損傷者受け入れ、及び運輸省規格軽車両の3700系投入に伴い、1948年から翌1949年にかけて全車上とされた。元は、目黒鎌田電鉄のモハ150系、サハ1系である。 木造車のモハ20系モハ30系の車体を後退化したもので、いずれも元は吸引電の払い下げ車である。なお、両形式は運用面では区別されていた。元は目黒蒲田電鉄のモハ500系である。1928年に川崎車両で5両が製作された。車体形状的には川造系車体同様に屋根が深くリベットの目立つ車体ではあるが、 二段上昇式の窓や扉配置など、あとの3450系、3500型に受け継がれる、いわゆる東急スタイルの原点となった車両である。東急成立後は、デハ3400型に改称された。戦後の一時期未抽選の応援車両に充てられ、狂気化と自動連結機装備が行われた、湘南線で、ハ5230型と共に運用された時期がある。 1957年に全車に対し更新改造が施され、車体外販の張り替えや全室編運転台か全面貫通化が行われたが、デッハ3405については両運転台のまま残され、しかも下り向き運転室は片隅式のままであった。その後同車は1967年に開業した子供の国線の専用車となり、白地に 黄色と赤のカラフルな塗装を施された。3401から3404は池上線、3405は子供の国線での運用を最後に1975年に東急での営業運転を退いた。その後は3403.3404が広南鉄道へ上途3405が単行可能な両運転台構造を活かして、 子供の国線塗装のまま、東急車両製造の業務用となったが、いずれも現存しない。1931年より36年にかけて、川崎車両及び日本車両製造にて、計50両製造された目黒蒲田電鉄及び、東横電鉄の模波510系である。元は、東横電鉄の模波1000系である。1939年より、 川崎車両にて22両が製造された。東急成立後に出派3500型へと解消されている。本来で派3550型は区派3650型とペアとなる電動車として企画されたものだが、こちらは当時東急に合併されていた旧帝都電鉄線の井の頭線への戦災応援車として充当されて1700型となり、東横線系統では、 幻の車両に終わった。実際に東横線に投入されたデハ3550型は、これとは直接的には無関係であり、かつ全4両中でハ3551.3552とデハ3553.3554とでは、経緯も車体形状も大きく異なる。 デ五ハ3551.3552は,35は1953年から1954年にかけて応急復旧車区波3221.3223おタネ車に等急車両で車体心臓し電動車として復帰したもの。車体形状は区千3850型と同様とされたが当時最新鋭の台車を装備した区ハに比べこちらの台車は イコライザー式で3150型が装着していたものの流用品であり、主電動機等も3150系のものであるなど、足回りは若干貧弱な印象がある。主資料車が同方向に連結した状態で使用され、区千3850型が連結されると同形態での編成日を見せた。なお旧車から流用されたのは台車と電装品の一部のみで、 大枠等の車体関係部材の流用はない模様である。一方、五百3553.3554は、共に終戦直後の井の頭線からの転属車で、前車が1959年に、旧帝都電鉄の出破1401を、後車は1964年に、旧、小田急の千三1366を種車として、共に、東横車両工業の手により更新された。 車体形状は、後の出ハ3600系全金属車体車などと同様のノーシル、ノーヘッダー構造だが、3553は取付式枚消灯で連結面切り妻、3554は埋め込み式枚消灯で連結面平らつままる屋根という際がある。なお、出ハ1366の旧車体は改造の上で、 は3041の木造車体と交換され、1981年まで使用された。では3553.3554の2両とも、台車は川崎ス3という一体鋳造の独特なもので、主電動機も東芝 SE-139B という、いずれも宮廷と電鉄に由来する東急では唯一のものを使用していた。 この予備品確保が困難な長少数派の台車、主電動機が更新車体を持つにもかかわらず早々に営業運転から外されるに至った一因とみられる。3551.3552も台車、電気品が古く標準から外れることもあり、4両とも池上線の運用を最後に1975年に旅客営業から撤退した。3551は、 1977年に日本の民鉄発とされる河川検測車でや3 0 0 1一に改造され、1993年まで在籍、その後、東急車両へ譲渡されている。でハ3 5 5には日立製作所へ譲渡され、黄色と青という東急急塗装を思わせる出で立ちで、VVVF インバータ制御の試験車両として、その技術の宣伝をつけたほか、 ミニチカ鉄用リニアモーター駆動の基礎試験等にも活用された。デハ3553.3554は揃って、豊橋鉄道へ譲渡され、高圧改造及び3554は方向転換、電装解除の上、それぞれも1731区2731として、厚見線小圧の1997年まで使用された。なお、 1731は末期において旧型国電からの流用である DT12 台車と MT30 主電動機を装備していた。1948年より潜在消失等で損傷した商船電車の車体等を譲り受け再生復旧工事を施す形で製作された車両でデハ3600系、区波3670系、 区波3770系の3形式、計37両が投入された。で波3500系の設計をベースに、大東急成立後の1942年に区波3650型として、川崎車両にて6両製作された。いわゆる運輸省規格型の車両。1947年川崎車両にて20両が製造された。 戸和田観光電鉄東急横浜製作所1953年製で、付随者を除いて3000系列最後の新造車である。当初は東横線で運用された。デザインは当時の流行を追ったもので、窓の上下の補強帯を配したノーシルノーヘッダースタイル二段窓の上段を H 断面ゴム指示としたバス窓、張り上げ屋根であった。台車は 東急横浜製作所時制のコイルバネ台車 YSM1 とされた。東急本線系での吊り掛け電動車では、イコライザーのない台車は珍しく、は波1型など古い時代の小型車を別にすれば、同車と、デハ3700系の FS15 のみである。主電動機は、東洋電気製造 TDK528 系の 110kW 電動機で、 性能的には3700型と同等である。このため、4レンジには、デハ3700型を増結することが多かったという。翌年には、設計を一新した、新型車5000系が開発されたため、製造は2両で終了した。またその後の更新改造により、窓の通常型サッシカやライトの倉庫に移化などで、他の一般車と酷似した形態になった。 元々編成戦闘に連結される機械が、皆無であった3802号車は、運転台を撤去し、3000系列唯一の中間電動車に改造され、3801号、及び区波3855と3両編成を組んだが、1981年には3両ともとはだ、観光電鉄2乗とされた。この際3800型は2両とも両運転台に改造されている。 増設された、運転台は切り詰まで、搬出構造で最前部まで座席が続く、構造とされた。戸和田では、デハ3801号がモハ三3809号に、デハ3802号が三千3811号と、改版され同線の主力として運用されたが、2002年に7200系、7700系に代替されている。二両とも保存の対象とはならず、 同年11月に一部のワンワン運転機器を残し、解体された。1947年に、幻の出派3550系の代替として入線したもので、いずれも3000番台への改版はなされず、井の頭線時代のままの車両番号で使用された。神中線などからの一時的な応援車を別にすれば、東急鉄道線切手の異端車である。 デファ1350型は1366号の一両のみ。1930年川崎車両制の小田原急行区派564がその出自で、その後電動車化されても、派251となった。大東急合併後に、デファ1366となり、デファ1367と共に、井の頭線に転属した。デフ1367は、 英福庁舎後の空襲で消失し、残ったデュハ線366が東横線に転属したものである。本社は岩区付きの車両で、井の頭線時代に無人暴走し、渋谷駅の車止めを突破の上、床下危機器を大破する事故を2度起こしている。本社が転属対象となったのは、2度目の事故復旧の際、元住吉工場から、 東横線用の伝送品を流用していたことが理由とされる。一方、台車、手伝動機は低とも、8 0 0系用の川崎ス3東芝 SE139 バイトに交換されていた。東横線に入線した時点では2、扉車だったが、使い勝手が悪かったため3扉化されている。デファ1400型も同じく1401の一両。 のみで、1933年、同じく、川崎車両製の帝都電鉄も、派101として製造された。当時の電車としては斬新な大窓を持ち、運転席前面窓状に取り付けられた日差しや半、開放型の運転台も特徴である。大東急合併後に、デファ1401となったが、1945年5月25日の、英福庁車庫空襲で消失した。 復旧に際して、デハ1366同様ト横専用の電装品を装備したことが転属の理由とされる。台車は、デハ1366と同様に、川崎 K-3、主電動機は、東芝バ E139 バイトで、いずれも程度も、ハイ0ッ系のオリジナル装備である。クハ1550型は1553.1554の2両で、 それぞれ1938年、日本車両製造製の低徳派253.254が出自。やはり、A 副庁車庫で被災し、前期2両とともに、東横線入りした。台車は日車 D18 である。いずれの車両も、片運転台化が行われたが、当初はいずれも片隅式運転台のままで、連結面には、元の乗務員扉が残されていた。これらは、 時代が落ち着くにつれて、全室運転台化などと合わせ、徐々に整備されていった。特にデハ1366は1950年に三扉化されたが、これによって小田急時代の面影はかなり薄くなった。また、デハ1400系、区派1550系の全面ビ差しも後に撤去された。当初はそれぞれでデハ区派の二両編成を組んでいた。 この内出派は、桜木町事故を契機に3 6 6号の両側と1401号の連結面側に、貫通路とホロが整備され、国電復旧車区派3671を加えた140113663671の他社由来車のみの3両編成を組んで、東横線で使用された。一方、区波は最後まで連結面非貫通のままで出派3450。 系統に連結され、主に大井町、池上線で使用され、上り向き区派としても希少な存在であった。いずれも、小圧改造が行われている。その後で、派1366は1964年に出派3550、計3554に、出派1401は1959年に同じく、出派3553に、 区15は年左派1553は1963年佐波3360系3366に、区波1554は1959年に、同じく佐波3365に更新された。デハ1366の車体は改造の上、木造家電では3041の交代化に流用されたが、デート船由来の産業は、 被災車体の応急復旧であったため状態が悪く、いずれも解体されている。元々は大東急時代末期の1947年、小田原線の消失車で8158の復旧用車体として、川崎車両で製造されたものである。ところが、復旧用車体はなぜかに両分が落成し、なおかつで8158は、上都先の総鉄で復旧してしまった。 このために両分の復旧用車体に、潜在省電左派25系の TR10 系台車を、組み合わせ東洋個線系統用として竣工した車両が、区派3660系である。ら当時は、独自に設計した車両の心臓は禁止されていたため、車席は、京浜線の木造車区派5213.5222のものを利用した。 これらの車両からは改造されたことになっているが、あくまで名目上のみで、部品等も流用されず、台車を除いて新品である。車体は、本来の種車であるデハ1150型と同じ15メートル級で、半出編運転台で、前面は平らずまである。デハ3300型に似た形状だが、窓の高さは、デハ3500型と同様の950ミリメートルで、ある。 屋根上にはパンタグラフ台を持つがパンタグラフは搭載されていない。他の区派とは異なり、電動車として製作された名残である。昭圧に合わせて、全面、連結面間通過、全室運転台化、室内蛍光等取り付けなどが行われ印象が変わったが、アルミ差し化などは行われていない。当初は東横線でも使用され、やがて運用範囲は全線に及んだ。 数少ない上り向き制御者であることから後年は特にデハ3450系下り向き者の連結相手として徴用された。田園都市線では区派3661が開業時から長く使用されたほか、区派3662は区派3850系3866に代わって子供の国専用となり専用カラーに塗り替えられて転用された。 子供の国線は開業当初、関散時に両運転台車で、産3405による炭鉱運転が行われたが、当時の所属区であった詐欺沼建区は、上り方向に留置線が広がる構造であるため、開業当初使用された下り向き築波3866では、開放時に入れ替えを行う必要があることから、交代となったものである。 1975年の運用離脱後に区派3661は、デハ3310と共に、上田交通へ貸し出され、1979年に正式譲渡された後、区派3772と入れ替わりに1982年に廃車された。車令が、より古いデハ3310より先に廃車となったのは、3600.3700系などと、 共に戦後すぐの政作で、これらと同様に材質不良がその一因であったとされている。上田では終始、東急グリーン塗装のままで、開番もされずにラッシュ専用車として使用された。区派3 6 6には、作家としても知られる乗り物好きの精神科医、斉藤茂田に引き取られ、彼の経営する東京都府中市の 斉藤病院敷地内で売店として使用されたが、病院の新築工事の影響で解体された。当初は、子供の国戦時代の塗装そのままだったが、末期は赤一色であったとされる。本形式から始まった、ツートン塗色が最末期に復刻された、区派3861以下3両編成後2両は、出派3450系1953年より、 川崎車両で3850の3854の5両、東急横浜製作所で3855の3866の12両、計17両が製造された。運輸省規格型の束縛もなくなった時期であり、戦後初の東急独自による新車といえる。では3800型とは、形状、経緯などにて、非なる部分も多く、 事実上制御者のみのグループである。制御者のみが大量製造をされた経緯として、元来電動車比率が高い状況の下で、効果的に長編成化を図ったことが挙げられる。戦前からの車両は、サハ一系左派3350型や、戦災復旧車などを別にすれば、単行仕様が前提の両運転台電動車ばかりであり、戦後の装備車を加えても、 本形式の登場直前の段階で、電動車147両に対し制御車、付随車は42両に過ぎなかった。こうした中、鉄道前線の河川電圧1500、ボルト昇圧により、主電動機出力が向上すると、電動車のみの編成では当時としては、出力過剰気味であり、昇圧を控えた段階で、まとまった車両増備が片運転台の制御車のみとなったのは、 十分な必然性があったと考えられよう。車体形状や寸法などは、デファ3700型を基本としつつも、製造当初より全面が貫通式であるほか、乗務員室の奥行きが拡張され、客室窓割りが後ろに若干寄っており、連結面側は平らずになっている。戦後の混乱から一段落した時代でもあり、3700系譲りの天地の小さい窓を持ちつつも、 交代、室内木工など各部造差し上げは丁寧なものになった。全商灯は湘南電車等を思わせる埋め込み式となったほか、特筆すべき点として、当時熾烈な開発競争がなされた新型台車の採用が挙げられる。川崎製は軸量式の OK マイナス6が、東急製はペデスタル式の YST1 が採用された。いずれもイコライザーや板バネを排したもので、 飛躍的な乗り心地の向上をもたらした。さらに、従来新緑色だった、車体色が、窓周りが、山吹色、幕板部と胴部が、紺色のツートンカラーとされ、後に、在来車にも波及した。また、革車製は3854号以外に、ホロ枠がなく、貫通扉上部にウィングヘッダーが巻かれている。その一方で、東急製は、全車ホロ枠を装備していた。 他にも、曲面や窓周りの仕上げにも両者に差異がある。また、車両番号は、他系列とは違い3850から3866と1ではなく例から始まっているのも特徴だが、理由は不明である。で、は3450型も同じク例から、不満されているが、これは50両存在した前者の番号を収めるためで、ある。 登場後は3400系以降の電動車各、形式特組、新玉川線を除く、鉄道全線で使用された。区波3866は白木赤の塗装に、ピンク色の内装となって、開業時の子供の国線に転属した。同社は1967年4月28日開通式の、折、テープカットを務めた、日立の宮正人信号や政府関係者。 当時の東急社長、後藤のボルラ洋人の常用となった経歴を持つ。その後連結相手のデハ3405による炭鉱運転を行う際、当時所属していた詐欺沼建築で入れ替え作業を必要とすることから区派3662と交代して本線に復帰した。この時外藩はグリーンに塗装されたが、独特の内装はそのままで。 本線系統の車両に混じって異彩を放っていたという。1973年から更新修繕が開始されたが、従来の窓寸法の拡大とアルミサッシ化、室内デコラバリ化などに加えて、張り上げ屋根化と全消灯、微灯のユニット化も行われ、追手で破3500.36503800も同仕様となった。またこの際、 デハ三千五百系統の中間に組み込まれていたものについては五両が運転台を撤去して付随着化され、サハ三百七十型となった。これらは急前面側が丸妻のままであり、窓配置も中心から若干偏った中間車となった。デハ三千四百五十点三5零零系の中間に連結され三連で使用されたが、MT、m t m 三連は 補助電源の集中化が行われたことから、三千3360軽電車と千二3251とともに、本形式に関しても5.5区場の東芝 CLG319 軽電動発電機が搭載された。これは大阪万博モノレールの発生品とされるもので、日本万国博覧会開催当時に同モノレールの運行管理を東急が担当したことと関連があるとされる。 末期は両形式ともめかま、池上線で使用され、1981年より廃車開始、1989年3月の3000、系列一斉廃止まで運用された。その直前には、最終定期検査の区波3861と3866、左波3375が、人青のリバイバル塗装となっていた。 特に区波3861と3866は前面2等、左波3375を含めると張り上げ屋根、通常の2段窓に旧塗装という最初で最後の姿となった。大半がそのまま廃車解体された中、区波3855.3861はドアダ観光電鉄に譲渡され、 それぞれ3810.3802となり2002年まで使用されたほか、区派3856、佐派3375は運用離脱後もしばらく、長津田検尺に留置されていたが、1994年頃までに解体されている。また、 サハ3372は1985年の第一回東京国際映画祭の折にで四3466と同様に渋谷で展示され、終了後軽井沢に移送の後解体されている。サ三千三百五十左3三千百系の置き換えのため、百六十五年から百六十六年にかけて東横車両工業ひ門屋工場で七両、 心臓された初代3000系最後の心臓車で、かつ東急が最後に増備した普通構成車である。旧池上のデハ3250型とは関係がない。携帯はデハ3553以来の全金属製、東急標準車体で、シルトヘッダーはない。マリアネを持つサハ3366と細部を除き同様である。 サハ3251は、サハ3351の改造名義で、デハ3700系の改造予備台車であった、住友金属工業製 FS15 台車を装備した。他は純粋な心臓車として、東急車両製 TS322 心臓台車を使用した。すべてで、ハ3500系の中間車として使用され、電源集中化も行われた。 この時、千二3251が、東芝 CLG319 電動発電機であったのに対し、他6両は、東芝生成主権インバータが搭載されたが、旧性能者への SIV 搭載は日本では珍しい。千二3251の FS15 台車は1984年に、予備品共用化のため三千3850系廃車。 発生品の YST1 に乾燥されている。メカマ、池上線で使用されたが、1989年に廃車。佐ハ3256のみその後も車席を有したまま、長津多県尺に留置されたが、1994年に除籍、解体されている。 東横線系統及び低都線の潜在復旧車を1954年から1963年にかけて付随車として車体更新したもので6両が在籍していたが種ネ車は3グループに分けられていた車体形状は3361から3363がデハ3650型に合わせたウィンドウシルヘッダー付きキーリズマ広幅間通路 半行生の車体で本社の登場によって、ようやくでは3650系の広幅貫通路が活用され、以後1989年の廃車まで編成は全く変わらなかった。3364から3366は、強幅貫通路を持ち、ノーシルノーヘッダーアルミサッシのいわゆる全金属製、等級標準車体であるが、 更新車体の製造時期が各社離れており、3364はズ妻で、ベンチレータが2列、ランボード付き。3365はズ妻だが、ガーランドベンチレータ6個で、ランボードなし。3366は、マリアネタイラズマで、ベンチレータ5個である。デハ3450系、デハ3500型と組んで使用された。 固定編成車の電源集中化に伴い、サハ3 3 7 0系、サハ3251とともに、東芝 c l g 3 1 9系電動発電機が搭載された。D18 台車は、サハ3365.3366が、東急唯一であり、予備品年出のため1975年、廃車解体されたデハ3 3 0 0千3 3 1 1 の台車が、左派3366に転用された。とはいえ形式全体での雑多さは解消されず、平軸受けでもあったことから、1981年に、デハ3450系の廃車開始に伴い、全車3450系発生品の革車製台車に交換された。客用扉はそれ以前にすべてステンレス製の小窓のものに取り替えられている。 左派3361の3363の各社は当初一度更新が行われたことを理由に早期廃車が予定され、このためで派3650系偶数社は制御者連結を前提に更新時に全面貫通化が行われた。しかし、その後の計画変更で廃車は撤回され、初代3000系列としては最後に室内更新が行われた。 この際、これまで行われた張り上げや姉化は実施されず、代わりに、窓が上段加工、下段固定で中3が窓中央にあるなど、デッハ3650型とは形状が異なるものとなった。壁面のアルミデコラか、床のリノリウム化などは、他社同様である。この時、客用ドアは、全車ステンレス製の小窓のものに交換された。 佐波3364が1984年、佐波3362が1988年、多4両が1989年の3000系列、全廃時に廃車され、全車が解体されている。私鉄発とされる本格的な初代電気計測車。1977年。 旧車になっていたデハ3550系3551号から改造されたもので3001号のみが存在した。改造内容は、両運転台下の上、検測用パンタグラフの新設、中扉と車端より一箇所の扉の閉鎖、及び屋根中央部を低屋根構造した上検測ドーム及びサーチライトを新設通している。ドーム部の車内には、が組まれ、 河川を目視するための椅子と工業用テレビカメラが取り付けられた。さらに測定機器等が積み込まれ、カメラで撮影された映像は録画されるシステムとなっている。全面形状は季節側がデハ3550時代のままの半流貫通型で増設側はデハ3300型を思わせる平らずま貫通型となった。最後までアルミサシ化などは行われず、 区ハ3850型と同様の面影を止めていた。登場当時は、デハ3040型などと同じダークグリーン塗装で、その後営業者同様のライトグリーンに全面交代となっている。台車、主弦動機は、当初、主社のものを引き継いだデハ3150系由来のものであったが、デハ3450系の廃車開始に伴い、 部品共通化からでは3488の発生品と交換している。通常は奥沢賢者の目黒寄りに留置され、検測時以外は稼働しなかったが、動力車として使用されていたデハ。では3450型では3450がもは5。12復元されて営業戦を離れるのに伴い、長津田賢者に転属し、では3499とともに。 動力車としても使用されるようになった。1992年、デア7200系の登場により、廃車になったが、後継となったデア7290号の改造内容は、基本的にデア3001のものを踏襲している。その後は、等急車両製造で、入れ替え車として使用され、新3000系の搬出の際、同番号の3001号と連結したこともある。 7000系転入後は事実上稼働を中止し、工場敷地内に留置されていたが、2010年3月に解体された。長津田車両工場、子供の国線脇に留置されている、では3043サイト層を受けた、では3043かつての東急の小荷物輸送は、旅客車の転用や旅客電車の一部を荷物室に仕切ることで賄われていたが、時期に専用車が用意された。 なお、記号が、デニではなく、デワとされたのは、二軸の有害電動貨車では3000型が、すでに在籍しており、本社もこれと同様に登録上は、有害電動貨車とされたことによる。この形式は3両存在したが、すべて由来の異なる車両である。運用は新玉川線を除く、鉄道全線の大部分に及んだ。大岡山駅。 田園調布駅には専用の荷物ホームが設置され、その他の駅では旅客ホームから荷扱いする光景が見られた。また、中原、聖母シーズン等には3041号と3042号が連結されて使用されることもあった。棚写真館、本系列各社の豊富な写真を掲載。豊橋鉄道1730系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。